ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日は API500 シリーズモジュールの Maag Audio EQ4 のレビューをお送りします。このモジュールはこちらのクランボーンオーディオ 500ADAT という500シリーズ用シャーシのレビューのために宮地楽器さんにお借りしたものです。普段このチャンネルの機材レビューでは、その機材が同価格帯の製品と比べてどう優れてるかっていうとことか、コスパとかね、結構しっかりと見ていくんですけれども、今回は返却する前にせっかくだから1個ずつ動画撮っておこうっていう感じのテンションで撮影しましたので、いつもと比べるとざっくりとしたレビューになってしまうと思いますが、どんなモジュールなのか、どんな音の変化が得られるのかっていうのは、なるべく分かりやすく伝わるように努力しましたので、参考にしていただけると嬉しいです。説明欄に掲載している URL から商品の購入ページにアクセスできます。そちらもご活用ください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて、音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。年内5万人登録目指して頑張ってます。有意義な動画、有益な動画、どんどんアップしていきますので、どうぞチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速いじっていきたいと思います。素材は先日公開したレトロインストゥルメンツ500プリのレビュー動画の中で録音した、アコースティックギター、とボーカルのデータ用意しました。マイクプリアンプはオーディオインターフェースプリズムサウンドタイタンのマイクプリアンプ。そしてマイクはオーストリアンオーディオ OC818 を使用しています。指向性はカーディオイド、パッドとローパスフィルターはオフに、専用のウィンドスクリーンをつけた状態で録音しました。僕のこの解説っていうのは胸元につけたワイヤレスマイクのロードワイヤレス GO で集音したものを使っています。今回使用しているクランボーンオーディオ 500ADAT というシャーシは、オーディオインターフェースとの音声のやり取りを ADAT で行えるという特徴があります。スロットの下にあるモジュールソーススイッチを ADAT に設定して、で、DAW ソフトのオーディオトラックに IO のオーディオ FX をインサートします。そしてアウトプットを ADAT-OUT3、インプットを ADAT-IN3 に設定します。こうすることで 500ADAT のスロット3にインサートしている Maag Audio EQ4 を通った音をモニタリングすることができます。EQ4 のつまみご紹介していきます。下から紹介しようかな。インアウトのボタンがついてます。これはバイパススイッチみたいな感じですね。ボタンを押すことで EQ が有効になります。そして一番下の黒いつまみがサブのつまみです。これ、周波数いくつなのか、後で文字で追加しておきます。で、水色が 40Hz。で、緑が 160Hz。で、赤が 650Hz。ここまでは全部ベルカーブですね。そして、オレンジが 2.5kHz のシェルビング。そして、1個飛んで、一番上の水色のつまみっていうのが、エアーバンドっていうつまみで、オフ 2.5kHz、5kHz、10kHz、20kHz、40kHz のシェルビング。で、1個下の黄色いつまみはエアーゲインで、エアーバンドで設定した周波数のところから何デシ上げるか、ゲインを指定できます。このエアーバンド、エアーゲインっていうのが Maag Audio EQ4 の特徴のようです。で、まずエアーバンドはオフにした状態で、アコースティックギターをループ再生しながらいろいろいじってみます。EQ を有効にします。で、40Hz ちょっと下げてみようか。上げていきます。おお。で、160。650。2.5kg、かなりシャリシャリになりますね。この 2.5kg すごい効くな。効くっていうかまあ変化が分かりやすい。じゃあエアーバンドで 10kg ぐらいにして上げていきましょうか。あーなるほど。 5kg。なんか分かりやすく空気感が足されていく感じですね。40kgとかで。なるほど。ほんのりなんか明るくしたい時とか。20kg。でこれ 2.5kg にするとオレンジのつまみと一緒のポイントになるんですけど、上がり方違うのかな。変わんない気するけど、うん、サブはちょっとすっきりする感じか。なるほど。エアーバンドの周波数の切り替えのつまみっていうのが結構硬いんですね。なんで、これはね、右手でいかないと結構しんどい感じ。左手でこう、逆手で操作するとか結構大変ですね。右、まあないしは左でも。いや、でも僕は右利きなんで、右でいじりたい感じですね、このつまみは。結構硬いっす。うん。後のつまみはまあいけるけど。はい。で、あとね、ゼロに合わせるのがちょっと慣れないと難しいかもしれない。こう、角度的に。てか、あんまりぴったりね、線に合ってない。ですよね。どこがゼロだっていうのはちょっとね、怪しいとこはある。うん、この緑のつまみ、青のつまみ。いや、緑のつまみは、ぴったりこの下の印字とつまみの線が合ってるんですけど、他のつまみはね、全部ね、ちょっとずれてるんですよね。だから、ゼロがどこかっていうのはちょっとね、わかりにくいかもしれないです。まあ、アナログの機材って、こういうもんすかね。じゃあちょっと次、ボーカルで。何か始めたい、ただそれだけで真夜中にポチったんだ。才能があるかなんてわかんないよ。これから始めるんだもん。ダウンロード、インストール、お空いつで足踏み。160上げ下げするとかなり質感が変わりますね。君はパクユを知ってる。何か始めたい。で、下の5つのつまみに関してはマイナス5デシベルからプラス5デシベルまでかな、幅は。で、エアーゲインだけプラス方向に10デシまで上げれます。何か始めたい、ただそれだけで真夜中にポチったんだ。才能があるかなんてわかんないよ。エアーゲイン上げてみよう。これから始めるんだもん。ダウンロード、インストールオーソライズで足踏みわからない調べよう君はパクユを知ってる何か始めたいただそれだけで真夜中にポチったんだ才能があるかなんてわかんないよこれから、うん、ボーカルに対しては 160Hz がなんかいい感じっすね。何か始めたいただそれだけでなんか結構質感コントロールできる感じ。才能があるかなんてわかんないよこれから始めるんだもん。なるほど。ダウンロードインストールオーソライズで足踏みわからない調べよう君はパクユを知ってる何か始めたいただそれだけで、なんかつまみをガッと上げ切っても音が破綻しない。エアーゲインに関してもボーカルでやってる分にはガッとマックスまで上げてもそんなにむちゃくちゃな音にならないんで調整はしやすいですね。プラスマイナス5デシまでしかいじれないっていうのがね、そこの範囲が絞られてるっていうのがやりやすいかもしれないですね。まあ DAW ソフトのプラグインエフェクトの EQ とかってやっぱもっと上げられるじゃないですか。もっと上げられるし下げられるし、でそのベルカーブにしてもシェルビングにしても極端な設定とかできるんで間違えると変な音になっちゃうみたいなのはありますけど、やっぱりつまみも周波数のポイントもあとはカーブも、原因の上げ下げの幅もかなり限定されてるんで、まあ、どう触ってもなんかまとまるみたいな感じはありますね。何か始めたいただそれだけで真夜中にポチったんだ才能が、うん、ボーカル結構やりやすいな。僕の声と合ってるっていうのもあるのかもしれないですけど、男性ボーカル女性ボーカルでまた印象違うと思いますけど、160、650、2.5 エアーバンドなんかこうこのつまみ上げたら音色こう変わってこのつまみ上げたらこう変わってっていうのはすごく分かりやすい感じがします。40とサブに関してはまあボーカルはもともとあんまりない帯域なんで、まあ切ってくかゼロでいいかみたいな感じはありますけど、これすごくポイントが絶妙なのかもしれないですね。いかがでしたでしょうか。僕は、まあ、今回ねギターとボーカルにしか使ってないんですけど、ボーカルの EQ としてすごく使いやすいなっていう風に感じました。先ほどもお話ししてましたけども、EQ のポイントっていうのが多分絶妙で上げ下げして音の変化がすごく分かりやすい。でその変化っていうのが、全部ありっていうかキャラクター変わってくけどどれも、まあこれはこれでありだよねこれはこれでありだよね好みはどっちかなみたいな感じでいじっていけるっていうのがすごくいいなって思いました。あとこの Maag Audio EQ4 っていうのはソフトウェアプラグイン版っていうのもあるみたいで、実機を触ったからこそプラグイン版が使いこなせるみたいな、そういうところもあるのかなと、今回感じまして、プラグイン版もちょっと手に入れて使ってみようかなと思います。最近はアナログハードウェアをシミュレートしたプラグインっていっぱいありますし、そういうのを普通に使うと思いますけど、やっぱ実機触ったことあるかどうかっていうのは大事なのかなっていうのを今回、この Maag Audio EQ4 を触ってみて感じました。まあもっとね定番の機材っていうのはいっぱいありますので、そういった機材、どんどんこう触るチャンスっていうのを作って、どんどんスキルアップしていきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作の励みになっています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で。